まずはスワローズの先発奥川が神宮球場のマウンドに上がります。さあベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは桑原。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。打ちました。山田アウト。ワンアウト。バッターは2番に入っている楠本。奥川まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。この球は外れています。いいストレートですよね。はい、低めのストレート、ストライク。ワンボールツーストライクです。三振です。バッターは3番佐野。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。いいまっすぐですよね。はい、ストレート空振りでストライク。ここは155キロを計測しています。低めの変化球は決まりません。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。これから6回ベイスターズの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。小沢マウンド上に上がっています。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。バッターボックス森。先ほどの打席はショートゴロにインコース詰まりました。ここはフライになっています。小沼抑えてワンアウト。バッターボックスには代打の太田。ワンアウトランナーありません。初球ボール。これが2球目。抑えの効いたいいボールですよね。はい、外のストレートがストライク。4球目は何で来るか。引っ張った、取った、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って桑原。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいです。引っ張った、手を伸ばして取った、一塁へ。これはサードのエラーです。ツーアウトランナー一塁。この場面で痛いエラーとなってしまいました。西さん、このエラーどうご覧になりますか。初球空振りです。スピードボールを持っています。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。